猪木さんのことを考えるといくらでも時間が過ぎていくような気がする。少女少女って言い方をやめましょうよと私は思うわけ。ホチャムキンとか。私ホチャムキンです。名前なんだっけ。猪木です。3年の秋だったらそろそろ就職の準備始めなきゃな感じか。目そらしてるお前に本当に人の痛みがわかんのかよって、児童福祉士になる資格があんのかよって。そもそもなんで児童福祉士になろうと思ったの？君の心と存在をもてあそんで侵害するそいつらはどんどん年を取って弱っていくから、君は永遠にそいつらより若いんだよ。その言葉で十分だと思う。折貝さん、あの女の子にそっくり。